吉田さん、10SLDK ですか。田舎にはね、結構あるんですよ、そういうのが。いや、私もね、今ね、趣味で中古一戸建ての購入物件探すのがとっても面白いんですけども、ボロボロ出てくるんですよ。超大邸宅が100万、200万とかね。ほんと500万も出したら、買える家って1万件ぐらいすぐ出てきますよ。すごいっすね。そのぐらい、もうね、思いを込めてね、建てた家、例えば当時の価格で4000万、5000万であったと思うんですよ。で、それがもう値崩れしてね、急速に、道路の事情も変わったりとか、少子高齢化で、後を継ぐ人がその集落にいなくなったりとかして、いろいろあるんですよね。でもね、隠居暮らしには交通の便、関係ないですからね、家から出ないんで。私もね、だから2軒目とか3軒目とかね、5軒目、10軒目の家買うっていうのは、本当にリアリティを持って今感じれてますよ。本当に私ね、10軒ぐらい家買えると思いますよ、今この時点で。本当にそのぐらい、中古の一戸建てが放置されていてね、本当に素晴らしい家ですよ。床の間とかぐわーってあったりね、庭とかぶわーってあったりね、池がずわーってあったりね、駐車場は20台ぐらい止めれるぐらいのスペースがあったり、ただし、近所の方はいませんけどもね。でもこの家を建てた時はその集落も賑わってたんだろうなというふうに時代の変わり目を感じさせますね。で、最初に申し上げますけども、月収100万ってよく言いますけども、月収100万ね、私から見るとこれね、吉谷さん鼻くそですよ。月収100万をいかずして、なんで何の仕事してるんだと思いますね。これ本当にね、どぎつい方に聞こえますけども、いや、これをね、早くねマインドチェンジしていただきたいと思うんですよ。月収100万は普通のレベルっていうかね、まあやって当然のレベルで、そっから伸びるかどうかは才能とか努力の差が出てくるってことなんですよ。じゃあどういうことかっていうと、もう最初からね決まってるんですよ。何を選ぶかによって月収100万からスタートなのか、それとも20年やっても30年やっても月収50万すらいかないのかっていうね、世界が決まってるんですよ。何かっていうと、古い方のビジネスモデルを引き継いでるところは労多くして実りなしなんですよ。で、新しい世界のビジネスっていうのはもうね、引く手あまたなんで、ちょっとやっただけでそれこそ高い給料になるんですよね。高い報酬に。今みずほ銀行も週休4日とか3日とかっていうのがなんか提唱されてますけども、逆に言うとね、1週間のうち5日も6日も7日も出ないといけないような生産性の低い人は企業にいりませんよってことなんですよ。それは例えばね、まだ例えばになりますけども、パソコンが使えない人ってそれだけで生産性悪いんで労働市場からこぼれるんですよね。ましてや自分はパソコンができないんで、なんか他にできることありませんかみたいなのは、もうすでにね、運転できないけどもタクシー会社に就職したいっていうのと一緒なんですよ。もちろんタクシー会社に就職するといろいろね、免許を取る方法とか教えてくれますんで、それは保護がありますけども、あると思いますけども、ただもうね、完全に30年前とか40年前のこと頭進化してないんですよね。で、その上で申し上げたいんですけども、その YouTube、その 10S3DK の方も YouTuber やるって言うんですけども、全然遅くないんですよ。もう全然遅くない。あのね、情報発信者の数少なすぎるんですよ。もう全然少ないですよ。だから YouTuber があとね、やっぱ10万人ぐらい入ってこないと、情報発信の業界っていうのは情報が少なすぎます。ある人はね、情報過多って言いますけども、情報が多いんじゃないんですよ。全然情報は少ないんですよ。情報が多い方に見えるのは、情報の処理速度が低すぎるからそう見えるんですよね。例えばね、メールの処理にしても、10年ほど前に堀江さんがね、1日5000件のメールを処理してるって言ってました。当時私は5000件のメールの処理ってのはどんな世界か分かりませんでしたけども、メールの処理が1日1000件なんてのは今はへでもないですね。動画の返信を30本とか40本するっていうのが当たり前の世界ですから、そのレベルに来て月収100万いかないってことは考えられないですよ。だから言ってみればね、動画の返信を1本もしない日々がある人っていうのは、これ月収低くてもインターネットの世界ではね、まあ特定の業界かもしれませんけども、ある意味仕方がないと思わないといけないし、メールの返信が1日10本もない人はそんなにたくさん稼げないっていう風な一つの基準になると思います。なぜなら10本もお問い合わせがね、いただけないような、そんな独立企業している人の会社って何なんだって話なんですけど、毎日矢のようにお願いしますとかね、教えてくださいっていうのがあって、それに対してお答えするからプレゼンテのがうまくいくわけであって、こっちから広告を出したり、こっちから PR をしないと目立たないようなものっていうのは、すでにビジネスモデルとしては30年前なんだと私は思いますね。 YouTube っていうのは見てる人は多いんですけども、発信してる人は全然少ないです。そのバランスを見れば明らかです。前も申し上げましたけども、 YouTube で発信してるって言っても、たまに YouTube の動画を作る程度じゃないですよ。
1日に毎日最低でも数件から数十件の動画をアップロードするっていうのが YouTuber として活動してるってことなんですよ。もちろん上級者になったら少ない本数でたくさんのアクセスが集めれますんで効率よく稼げると思いますけども、初心者のうちは乱発しないとダメです。その乱発ができないんだったらもはや YouTube で発信してるとは言えないと思うんですよ。ですから私とかの吉田さんのレベルが最初の1日目小学校1年生のレベルだと思いますんで、これすらできないんだったら稼げないのに文句言うなって話ですよね。で今までのね、私たちのビジネスモデルや暮らしとこれからのビジネスモデルや暮らしっていうのは本当に切り離して考えないといけない。新しい生活様式というふうな言葉もありますけども、そうは言ってもね、元通りになればいいなとかね、昔のようにやりたいなって気持ちがやっぱり残ってると思うんですよ。これを私はね、不連続への挑戦と言います。連続じゃなくて不連続です。今までの自分、昨日までの自分を切り離して全く違う昔話もしないようなそんな自分になっていって、常に新しい世界にね、新しい旅を出る、もう道なき道を自ら進んでいって第一歩を記すぐらいの気持ちがなければビジネスはやっていけないです。前例主義の最たるもの、それが今のビジネス業界だと思うんですよ。今までこうだったから、マニュアルがあるから、マニュアルも結局過去の積み重ねなんですよ。でそういうふうなね、客観的な過去の積み重ね、誰かのデータに基づいたものによって自分の人生は成り立つのは限界があるんで、自分のデータだけが全てですよ。自分がやってきたこととか、自分がお客様にいただいたものとか、お客さんに提供したもの、それだけが自分の財産、資産となって生きていくと思いますんで、やっぱりね、誰かの真似をしてうまくいく時代っていうのはもうとっくに過ぎたと思うんですよ。誰かの真似ではなくて、誰も真似できない自分だけの世界を作っていく、これが情報発信者だと思いますんで、誰かの真似をすればね、過当競争になりますからね。それからね、私麻雀をしていたんですよ。麻雀の世界では、こうやってね、積もってきて捨てる、ローンって上がる、上がると展望が増える、振り込んだら展望が減る、単純なもんです。でここで大事なのって何だと思いますかって麻雀をしてる人に聞くと、上がるのは大事だよねとかね、振り込まないのは大事だよねっていう風な形、戦術戦略が大事、いろんな意見があるでしょ。でもね、唯一ね、私の胸を打った一言があります。麻雀において何が大事か、それはね、麻雀の桜井会長が言った言葉なんですけども、麻雀はね、捨てることも大事なんだよっていうふうに言いました。この言葉、私の胸に深く突き刺さりました。そうなんですよ、自分の過去やプライドや対面とか世間体を捨てることが大事なんですよ。麻雀牌を捨てるようにね。で捨てれば振り込むかもしれません。でも捨てることによって新しい自分が形成されていくっていう、その反面、裏面もあるんですよね。で捨てずに麻雀をやってるとターハイって言ってチョンボになるわけですよ。で捨てるのを惜しんでいくと、どっちを捨てれば効率的かなっていう風な計算の世界に入っていくんですよね。で計算の世界っていうのは過当競争なんだ、まさに過当競争。なぜなら効率とか計算っていうのは数学が上手な人が勝つようになってるからなんですよ。だから数学が上手な人だけが一強になります。そういう世界に飛び込むわけですから、チャンスがあるわけないんですよね。ですんでね、計算外のこと、これはね、赤木っていう漫画の中にも語られてましたけども、赤木っていうね、麻雀プレイヤーはいつもね、人の想像を超えた行動をするそうなんですよ。それは何でかっていうと、普通の人は確率の高い方を求めていくけども、赤木に関しては確率の低い方ばっかり行くんだと。だから赤木には勝てないっていうふうにね、そんな言葉で締められてたんですけども、まさにここなんですよ。確率は低くても確実にそこに道はあるんですよ。それに挑戦する時代が今なんだと思いますよね。でインターネットの世界っていうのは、ビジネスの世界っていうのは、確率が低くて失敗しても損害ゼロなんですよ、ね、リアル店舗とか会社っていうのは確率の給付やったら倒産なんですよ、廃業なんですよ、負債なんですよ、信用失墜なんですよ、多くの人を巻き添えにします。だから再起不能になっちゃうんですよね。でも素晴らしいことに、私は不連続の中で今までの店舗とか会社とかは全く違う概念、発信するという仕事、 YouTuber という仕事、ブロガーという仕事、こういうふうな情報発信をする仕事っていうのはいくらやっても経費がかからないんで失敗のしようがないんですよ。でもこの世界に飛び込んでいく人は少ない。だからまだまだ YouTuber もっと増えてほしいなと思います。そのためには今までの自分を捨てる、このね、麻雀は捨てることが大事なんだ、人生は捨てることも大事なんですよ、ね、もう今付き合ってる女の子がいる方、過去に別れた女の人のこと思い出すでしょ。でもその人と別れたから、その人とね、ある意味捨てたから次の出会いがあったわけなんですよ。昔会社をリストラされた、そのリストラされた、捨てられた経験があるからこそ今の挑戦できる環境があるんですよね。だからね、失うとか捨てるっていうのは実はね、ロスするってこと、もう本当にね、マイナスではないんですよ。マイナスじゃなくて、
もう飛び上がる前の助走なわけなんですよね。屈伸でこう膝をかがめてる状態なんですよ。そこからボーンと突き上がるか、それともその失敗に酔いそれてもっと失敗していくのか、失敗にあぐらをかいてしまうのかってことですよね。失敗に慣れてしまうのかってことだと思うんですよ。で、あとね、自己アフィリエイトなんですけども、これね、私ほどやれば月収100万ってすぐ手が届きますよ。自己アフィリエイトでずっとやっていけば。自己アフィリエイトですらね、1ヶ月毎日やる人は少ないんですよ。私は3年間自己アフィリエイト毎月10万の利益というノルマを自分に課して3年以上それを達成したわけなんですよね。だから自己アフィリエイトもアフィリエイトも詳しくなって当たり前なんですよ。作業が早くなって当たり前なんですよ。そのぐらい、基礎作業とかね、最初に、不連続への挑戦をしたら新しい世界に足を踏み入れるわけですから、頭をぶつけながら失敗しながら時間をかけるのは当たり前だと思うんですよね。で、その当たり前の最初の作業レベルが私は未だにできているってことなんで、無敵なわけなんですよね。無敵というか戦う相手がいないですよね。みんな辞めていくんでね、吉谷さんね。でね、そうですね、作業量は大事なんですけども、実は私ね、48歳を機会にやろうと思ったことがあるんですよ、自己アフィリエイトで。それは自己アフィリエイトをもう一回やって、今でもね、月に10万円の利益が取れるのかってことに挑戦しようと思うんですけども、もうね、案件見ただけで取れるんですよ、今でも。確かに過去にあった保険の面談とかなくなりましたけれども、他の報酬の高いものがなんか今ね、ごそっと生まれてるんですよね。こんなチャンスはねえなと思いますよね。だから自己アフィリエイトっていうのもずっとやっていけば流れもわかるし、自己アフィリエイトをやらせてもらっている ASP の担当者と仲良くなって、その人からシークレット案件とかマルエ案件とかを回してもらえるんで、すごく有利に働くんですよね。言ってみればね、作業量が少ないってことは ASP から見てもこの人はあんまりやらないなっていうふうな人並みでランキングされるんで、大した得点いただけないんですよ。でもこの人は群を抜いて作業する人だなっていうふうに感じれれば、自己アフィリエイトをやればやるほど ASP にも利益を残すわけですからね。そうなると ASP からどうしてもこのアフィリエイターさん引き離いなくなってもらいたくないから、ちょっと囲っていこうよって話になります。ですからイベントに招かれたり、特典がプレゼントされたりとか、あと会社に招待されたりとかね、ものすごく好意的にやっていただけるんですよね。もちろんそれは会社としては ASP としては不正がないかどうかのチェックでもあるんですけども、堂々とやってる限りは全くひるむ必要はないですね。私はいろんな ASP と縁を持たせていただいて、会社の訪問させていただいて、私のアフィリエイト手法もね、どんどん話させてもらいました。その結果信頼がついて新しい案件をどんどんもらえる、そんな3年間だったわけですよ。で、その上でね、アフィリエイターのトップランキングトップ5に入るのは当たり前だと私は思ってます。全ての ASP でトリプルブラックって言ってね、ブラックランクっていうのが一番高いレベルなんですけど、その中でもブラックのさらに上級ってものをいただいてました。これは私ね、当然だと思います。そのぐらいもらってどのぐらい会社に利益をもたらしたのかってことを考えると、もうそのぐらいでも安いぐらいだと思ってますよ。で、その私がアフィリエイト一切から手を引いて、別の世界に入ってきたっていうのも、まあ当然といえば当然の流れなんですよね。次に攻略したのが MLM でした。 MLM も私はきっちりと攻略させてもらって、今はね、新しく投資の世界でまた一からやり直そうと襟を正してるわけですよ。投資の世界でもこの根性を持ってすればね、攻略できないことはないと思います。というふうにね、今までやったことにあぐらをかかずに新しいことに自ら挑戦していく、それは失敗もしてないのに、むしろ絶頂期なのでにやめて入れ替わるっていうね、このぐらいの勇気を私が示すことによって、うまくいってる人もいってない人も不連続でも大丈夫なんですよと、新しいことに挑戦していこうよっていうふうな、ね、動機づけになればと思っております。ということですかね。やっぱり古いやり方にあぐらをかいて新しいことに手を出してなさすぎるのと、 YouTube ってものは確かにね、もう長い間10年ぐらい私が見てるところ YouTube ってものが知れ渡って続いてるんですけども、結局 YouTube を発信する人は圧倒的に少ないです。少なすぎます。もう本当にね、発信してる人が多いように見えて全然少ないですね。何と比べて多い少ないって論じるかっていうと、 YouTube を見てる人に比べて発信してる人の量ってのは少なすぎるんですよね。このマーケットバランスの悪さっていうのは、 YouTuber として発信してる人に有利に働くしかありません。ただし繰り返し言ってますけども、たまに YouTube をアップロードするぐらいの、そんなしょぼいレベルとかじゃダメですよ。本当にね、私は吉谷さんと同じレベルでやって YouTuber としてね、100万ほど稼げないなんてことはもうないですね。だからまずはね、特別な才覚がないと思うんだったら、編集技術もないし、楽しいトークもできないし、独特の経験もない、だから話すことがつまらないんですって方は、量をやってカバーすればいいと思います。私は吉谷さんのレベルで量をやれば、まあ100万っていうのはね、当たり前の鼻くそレベルです。もうやり遂げた私が申し上げますけどね、
やってない人は信じないと思います。やってないんで。やった方から見たら月収100万ってどうやったら行かなくなるんだろうって思うぐらい、悩むぐらい真剣に行きますよ。行きます。それでは本日は以上です。